ジョゼフ・ロケーニュ、または、ヨセフ・ローケイン、または、ヨゼフ・ローカニュは、フランスのタルブ・ルルド市教区、ガルデール出身の、パリ外国宣教会に所属する宣教師第2代日本難以来牧区長を務めた。ガルデールは、ルルドの隣村であり、ルルドでの聖母マリア出現を、日本人に初めて伝えた人物である。来日し、近教下の長崎を大浦天主堂に赴任後、 旧信者の発見に立ち会う。補佐司教として、プティジャン司教を助け、大阪に定住し、日本中部にて布教。1838年5月13日フランスのタルブ司教区のガルゲールで誕生。サンペド・ビゴルの中学校を卒業後、1858年タルゴの大宮学校に進学し、1859年パリ、外国宣教会に入会。 1862年5月に、司祭除会。同年、ジラール神父から、日本の宣教師に選ばれる。出発前にジラールと共に、ローマ巡礼。教皇ピオ旧世の祝福を受ける。1863年香港を経て、上海に赴く。同年9月に、横浜上陸。1864年11月長崎のプティジャン、神父のもとへ。 1865年2月19日、大浦天主堂剣道式。同年3月17日、信者発見。イゴプティジャンと共に、キリシタン接遇。また、浦上の秘密聖堂で数回潜入ミサ。1867年1月4日以降は、プティジャンの命により、毎日浦上巡回。日曜日のみ、大浦天主堂に戻った。 1866年に本来牧となったプティジャンは欧州へ。その間副大牧とされ、日本に残っていたが、1867年7月、迫害開始。谷底の森に潜伏。1870年、昇進学生13人と共に、関東へ渡航。農園に罹患し一時聴覚及び記憶を失う。次第に回復し1871年長崎に、 帰る。大浦天主堂で密かに信者に秘籍を授け、教理を教え、1873年4月からは、キリシタン金星撤去と共に帰郷した、浦上キリシタンの死牧に努める。過労のため香港の外国宣教会療養所で11、ヶ月間静養。1873年10月3日、補佐司教に任命され、1874年、長崎にて、 保佐市教助会。1876年大阪定住。1884年プティジャンの臨住に立ち会う。規範後熱病に罹患。単独を発症。1885年1月15日死去。ありがとうございます。